ペンギンブックスの80周年に発行されたペンギンリトレブラッククラシックス80冊のタイトルペンギンクラシックスとはペンギンブックス出版社の出版物のうち文学の古典作品が英語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語やその他広く世界の言語からの作品が出版されているシリーズを指す文学批評家たちはこのシリーズの書籍を 西洋聖典の重要な要素とみなす傾向があるが、多くのタイトルは翻訳されたか、西洋以外の起源のものであった。実際、このシリーズの誕生から数十年間は翻訳書のみで、あったが、1986年になって、やっと英語からの図書が、ペンギンブックスに組み込まれた。最初のペンギンクラシックスは、オデュッセイアの EV 流による英訳で、流はこのシリーズの総合編集者になった。 彼は、ロバート・グレーブスや、ドロシー・セイヤーズなどの文学小説家を翻訳者として探し出して、彼らが多くの既存の翻訳が現代人に合わない古風な好みと外国の言い回しを避けてくれるだろうと信じてのことであった。1964年に、ベティラディスとウィリアム・バルディックが共同編集者として、流を引き継ぎ、1974年に、ラディスが、 単独の編集者となり、21年間編集者を務めた。編集者としてのラディスは、人気のある本には、奨学金を設定するように主張し、以前の平文のペンギンブックスの監修を修正し、客中、参考図書、地図、注釈、作品を追加した。彼女は古典の規範を広げ、学術的基準を守りながらも、読者を励まし、多様化させた。 ペンギンブックスには次のような専門化した分野のシリーズがある。ありがとうございます。